どうもすみません、新潟 G3 こちらの方の出走馬の1頭ずつの特徴をしゃべっていいいきたいと思います。土曜日の新潟の芝レースを見た感じだと雨を含んでいるということでやっぱり馬群がギュッと凝縮しきらないというか、まあ、ばらける展開もしくはあの思ったように進んでいかない馬とかもいてあとは切れ味の方をそがれるそういったような馬もいて。 直線を向いた時に、後方にいて、大外に出すっていうような。そういったような競馬っていうのは、なかなか届かないレースが多かったかなっていうところですね。もちろん、展開によっては届くようなレースも出てくるとは思うんですが、ただ、基本的には後方、最高峰で四コーナーを回る時っていうのは。バグの中に突っ込むだとか、一旦、打ちに突っ込むだとか、何か工夫をしないと。 後方大外分回ししいいうのは厳しい可能性が高いかなっていう,ふうに見てますそれでも強い先行馬がいるというわけではなく基本的に有力馬は差し馬ということでなのでその辺ですね4コーナー前後の進路取り一取り進路取りが鍵を握っていて印をつけている馬たちについてはその辺の勝負どころでの 乗り方一つで着順が変わっていく可能性があるかなっていうところですねあとは展開一つで着順が変わる可能性はあるかなっていうところですそれではうちの方から1頭ずついきますトルークマクトトルクマクトは右回りでも構想してるんですがどちらかというと左回り専門に近いというか左回りを得意としてきた馬でそれで東京の条件戦ですね東京コースでの条件戦で直線1機で かなり目立つ足を使ったことがありますなのでデッさえ良ければ左回り G3 それぐらいだったら勝ち負けしてもおかしくはないレベルの馬かなっていうところですね、まあ、確かにそのジュンバルカンだとかフルーキーだとかメートルダールだとかもうワンランク上でも通用しそうな強い馬はいるんですけれども直線勝負ということだけでしかも 新潟の外回り平坦コースですねこういうコースっていうことを考えるといい末足のあるトルークマクトみたいな馬がはまって逆転してもおかしくはないっていうことですね。であんまり時計が速かったりだとか勝負どころから厳しい競馬になるとどうかなっていうところはあるんですが雨が降りましたしまあ内枠を引きましたしまあそんなに。 悪い条件ではなないいいかなっていう,ふうに思いますでエダテルオ騎手はですねまあベテラン騎手ではあるんですけれどもうまく位置取り進路取りがはまらなければっていうタイプの機種で穴男っていうふうに言われてますけれどもそれは普段から人気しない安定感がないということでそれでたまにうまくいった時に穴を開けるから穴男っていうことですね。普段から 安定して成績を収めていればそんなに極端に人気が落ちることはないのでそういうことなんでギャンブル性の高い機種ではあるっていうことですねサンデーウィザードサンデーウィザードは G3 で人気するほどの馬になるとは思ってなかったんですがだんだんとパンとしてきて腰の方もついてくるようになって本格化してきたのかなっていう感じがありますねそうですね器用なタイプって言った方がいいと思いますね 前走の福島のレースなんかは後方から動いちゃいけないタイミングに外を回ってかなり強引な競馬をしたんですけれどもそれでも最後までしっかりと走ってたようにあれだけロスの大きな競馬をしてもいいところがあったんであれが器用さと自力の証明でもあるのかなっていうところですね。ただ 阪神や中京で走った内容なんかを見てると坂のところですね坂のところではその器用さと完成度の高さですっと動いて突き放したりだとか抜け出したりはするんですけれどもゴール前でちょっと甘くなったりするところがあるんですよね。それはゴール前は平坦で他の馬たちがぐいぐい伸びてきた時にそれに競り勝つだけの切れる足。 瞬発力漢方がないっていうイメージがあってそう考えると新潟の外回り平坦ですんでもっといい足を使う馬がいた場合にそういった場合にゴール前で甘くなっちゃう可能性があるかなっていうところですねあんまり瞬発力勝負には向いてないっていうことですただ器用なんで内役を引いたということでい,いくら新潟の外回りと言っても その器用さを生かして馬群の中から良きタイミングに抜け出すそういったような上手な直線の使い方ですね直線の足の使い方をできた場合というのはこのま馬,馬券になってもおかしくはないかなというふうに思いますただ人気してる中で条件的にそこまで良くはないということを考えると僕は今回は思い印までは打てなかったかなというところですね。モツライジン モズライジンはダートで走ってきて初芝だと思うんですがやっぱりダートの方がいいと思いますねちょっと最近成績あんまり良くないんですけれども、まあ、ちょっと位置取りが悪くなったりだとかあとは騎手が動かせなかったっていうところがありましたんでこのまま追わせるところがある分、まあ、追える騎手を乗せて安定して走らすようにしてあげた方がいいかなっていうふうに思いますね。 まあそういった中でも最後まである程度走ってましたんでマルタ騎手だとかあとはトップジョッキーですね他のトップジョッキーを乗せていった方がいいかなっていうふうに思いますね。シャイニープリンス,シャイニープリンスはですね若馬の頃は切れる足を使えるっていうイメージだったんですが今はどちらかというとスピードとしぶとさパワーで勝負するところかなっていう感じがあってまあそういった中で まあ、だんだんと鈍くなってきましたねフットワークが。なんか器用さも以前ほどはなくなってきたかなっていう感じがあって、まあ、この鈍い感じで動きたい時にスッと動けるかどうかですねあとはその瞬発力が特にはないので、まあ、今回に関しては直線が長い分ばらけて縦長になるだとかそういった中で先行できるだとか好位から競馬ができるだとか。 何かプラスに働く部分がないと厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。追い切りなんか見てても多少その俊敏性というか脚力が落ちたようにも見えますしまるでダート馬みたいな走り方にも見えますんで今回はあんまり快要素はないかなっていうところですねま,まあまただ構想してきた馬なんでこれぐらいのメンバーだったらもしかしたらっていう感じはありますね。 新潟の外回りりもも比較的得意にししててきたたところもありましたんででっていう感じですね。パリからの手紙パリからの手紙の前走は中山で最高峰から大外一揆っていう派手なレースだったんですがあれは中山ではまるレース展開の典型ではあってどハマりしたかなっていうところはあったんですが、まあ、それでもこの馬なりにそこそこ切れる足使ってましたし。 今回の思いっ切り映像なんか見ててもこの馬力はつけてきてるなっていう風に感じました。で今まではその客室が定まらなくて前に行ったりだとか差しに回ったりだとかいろいろと中途半端な感じで使ってきたところがあったんでそれで馬の調子の方も安定してこなかったんじゃないかなっていうところがあって前走で足をためたらこのまいいところあるっていうことは気づいたと思いますんでなので。 中段よりも後ろの方で足を溜めてそれで大外分回しにならないように一旦馬群の中に突っ込んでそれで徐々に外に出す広いところに出すっていうような競馬ができれば5 3キロですし一発あってもおかしくはないかなっていうふうに思います。でアメババに関してもそんなに苦にしないですし前,前走の中山でハマった時もアメババでしたしまあそういったことを考えると平坦も悪くないでしょうし。 穴ナとしてはだいぶ面白いかなっていうふうに思って、僕は狙ってみようかなっていう感じがあります。マイネルフロスト。マイネルフロストはですね、以前はしぶとい末足を生かす、もしくは前目の方から早めに抜け出してしぶとさを生かすっていうような、そういったようなタイプだったんですが、だんだんと年齢を重ねてすっと行けなくなってきたところがあって、調子を崩してるんですが、 前走ですね AJCC でしたっけその時のパドックなんか見てても馬体の雰囲気良くなってきてましたし今回の追い切りの動きも大きく遅れてはいるんですがそんなに体の使い方悪くないんですよねなのでこの、ま、前前目の方でばらける展開で縦長でそれでワンペース気味に後半まとめられるようなことがあったら穴を開けてもおかしくはないかなっていうふうに思いますただ やっぱりトス多すぎるかなっていうことで1頭絞るとしたらっていうことで僕は消しましたまあそれは印上で実際には100円ぐらいだったら抑えてもいいかなっていうふうには思うんですがっていうところですね新潟の外回りもそういうふうになだれ込むような競馬ができた場合には悪くないと思いますねジュンバルカンジュンバルカンは期待してた馬というか期待してる馬なんですけれども ただどちらかというとまだ現時点では右回りの方が末足の破壊力があるかなっていうところで東京で勝ったことはあるんですがその時の内容なんか見てても左回りが特にいいっていう感じは受けなかったので能力的にあとはそうですね今後の期待度という意味では上位23等には入るんですけれどもまあただ今回 人気してる中で信頼できるほどっていうことでもないのかなっていう感じですね。まあ、気象的に。ネオユニバース産駒ということで、いつか気象の悪いところが強く出ないかっていう不安があったりもして。ま、もしかしたら勝負どころでふわっとしたりだとか、そういったところが見られる可能性もあるんですよね？その辺集中して走れた場合っていうのは藤岡光太騎手も優秀な機種ですし。 能力を出し切った場合っていうのは圧勝してもおかしくはない馬なんですけれどもまあただ今までのイメージからするとそんなには信頼度は高くないかなっていうところですねなのでまあ能力を出し切れるだろう直線向くまでスムーズに競馬できるだろうっていうふうにポジティブに考えられる人は素直にジュンバルカンを本命にしてもいいかもしれないなっていうふうに思いますね。アメババも そんんなななにには苦にしないタイプなんですけれどもただ気象的に飲めって嫌気をさす可能性はありますんでその辺のリスクもあるっちゃありますねギャンブル性が高い中で人気してるということで今回は狙いきれなかったというだけで能力素質の方は今後も注目してますフルーキーフルーキーは年齢的にピークは過ぎたのかなっていうところがあって以前ほどの躍動感あとは 競馬に行っての迫力っていうものは感じれられなくなってきたんですけれどもただ今回の追い切り映像を見たら比較的スムーズにいいフットワークをしてますし、まあ、後ろ足が長く見えるというか後ろ足の使い方なんかも本当にいい感じで柔軟性もあってさらに躍動感もありますんで。 なので、追い切り映像を見た感じだと良くなななってていいるんじじゃないかなていう,ふうに感じてます。ただそれはパドックで見てみないと実際にどういった出来なのか追い切り映像だけでは見極められないところがありますんでパドックは注目かなっていうふうに思うんですが現時点ではいい印象を持ってるということですね。それで馬としてはフルーキーとしてはすごい楽しみなんですけれどもただ和田騎士はですね結構いい馬に乗せてもらいながら 勝率3割にも全然届かないそういったような機種ではありますんでやっぱりトップレベルの機種とは言えないんですよねなので技術的にもこういう追わせるような馬、まあ、ですね気難しいところが多少ある馬を安定しては動かせないと思いますですが位置取り進路取りそういったあとはレースの流れですねそういったところがフィットした場合っていうのは誰が乗ってもそんなに問題ない フルーキーが能力を出せるっていうようなそういったような展開っていうのはありますんでなのでそういった展開にはまってフルーキーが能力を出し切れた場合は今回は面白いと思いますただどちらかというともうちょい距離が短い方がいいかなっていう感じで1 6 0 0ルから1 8 0 0ルかなっていう感じがありますんでなので4コーナー前後うまく立ち回ってバグの中に突っ込むだとかまあ、ちょっとでも ロスの小さい回り方をしないと勝ち切るっていうのは簡単ではないかもしれないなっていうところですね。まあでも、馬は能力さえ出し切れればそこそこ強いと思います。現時点でもそこそこ強いと思います。ロンギングダンサー。ロンギングダンサーはですね、新潟大商店か新潟記念かなんかのレースで、 追い込んでどハマりしたんですが 4, 4着がその辺止まりだったことがあって、まあ、その時すごい出来が良かったんですけれども、まあ、それでもやっぱり瞬発力に限界があるのかなっていう風にその時感じたんですよねなのでそれだけうまくいって調子も良くてっていう時でそんな感じだったんでなかなか狙いづらいんですよね。 まあでも、アメババということで、それで馬群がばらけて、4コーナー前後の立ち回りがうまくいった場合に、ドハマりしたら、来てもおかしくはないとは思いますね。まあ、それとも出来も、そんなに特別よくはないと思いますんで、まあ、今回はいいのかなっていうふうに感じました。バロンドフォール。バロンドフォールはですね、2000メートルでも構想はしてるんですけれども、馬体の作りなんか見てたら、 多分1,004ぐらいの方がいいんじゃないかなっていうふうに感じてます。なのでまああんまり行きっぷりが良くなかったりだとかするのかもしれないんですけれども短い距離を使った方が良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですがまあでも年齢的に今から変えてもどうなのかなっていう感じですね。メートルダール。メートルダールはですね東京でミルコ・デ・ムロキ士が乗って強いメンバー相手に勝ったんですけれども。 まあそれでも他の馬たちが外を回る中ですねまあそ,その時パリからの手紙あたりも出走してたんですがパリからの手紙とか他の馬たちが外を回るようなところもあったりだとかしてそういった中でメートルダールは内目の方からロスなく立ち回ってっていうような競馬をしたんでまあそういう進路を取れるということは馬に能力があるからっていうことでもあるんですがただまあそこまで 重傷で一本かぶりになななるほどのインパクトはまだないいっていうことですねそれでこのメートルダールは強い世代のクラシックで走っててもおかしくはなかったんですけれどもトライアルの方で一歩足りなくて賞金が加算できなかったっていうタイプの馬なんですよね。でそういったところはやっぱり先方と競馬がフィットしなかったっていうだけではなくて。 まあどんな競馬でも対応できるっていうようなタイプでもなかったっていうことでそういったようなある意味弱点に近いようなところもあったはあっったたはんですよねなので能力を出し切れればここのメンバーでは上位3頭には入るとは思うんですけれどもただそういうふうに能力通り着順が良いとは限らないっていうタイプの馬ではあるということですね。なので1本かぶりしてて今回飛びついて相手を2,3頭に絞って 買うっていうよう,なそういいよなな感じの馬例えなとかにかくこの馬は直線向くまで足が溜まるということあとは叩き合いに持ち込むということですね、まあ、そこまでうまくいけば強いところを見せる可能性はあるんですけれどもまあロスがあった場合にそれを取り戻すだけの爆発的な瞬発力があるわけではないですし。 かといってあんまりポジションを取りに行きすぎたりだとか強引なことをしすぎると素足が甘くなる可能性もあるということでまあその辺うまくいかに立ち回るかっていう感じの競馬になってくると思いますね。ウィーインスパイア・ウィーインスパイアはまあ重症とか使ってるんですけれども。 まあ、なかなかいいところが出ないというか馬体なんか見てても瞬発力を感じないですしまあちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますねレッドソロモンレッドソロモンはですねこの馬はメ称ションサムソン3区で馬体の見栄えなんかはパドックではするんですけれどもただ走ってみてあんまりバネがない瞬発力がないんですよねなので うまく立ち回って福永騎手が乗った時なんかはうまく立ち回ってしぶとさを生かせたかなっていう感じだったんですけれども今回もそういう競馬ができるかっていうことですねもうちょっとうちの枠だったらアメババというのを生かして前目の方から粘り込むっていうそういったようなイメージもできたんですけれども外枠なんで、まあ、どこかですっと内に入れられなければあとは 縦中でばらけるような展開で前目の方から競馬ができなければ、まあ、馬券圏内に残るのは簡単ではないのかなっていうイメージですねやっぱり瞬発力がない分そこをカバーするだけの乗り方あとは展開の助けが必要かなっていう感じがありますね勝浦騎手は立ち回りはうまい騎手ですしローカルではすごいうまい騎手ですんでその辺には期待してもいいのかなと思うんですがっていう程度ですね。 ムス,カテールムスカテールは以前は左回りをすごい得意としてて左回りで重傷を飼ってたんですけれども、まあ、やっぱり年齢的に体が硬くなってきてますし躍動感もなくなってきましたねちょっと厳しいかなというふうに思いますシャドウウィザードシャドウウィザードはですね筋相出来は良かったですし乗り方一つで馬券になってた馬なんですけれども 田中勝春騎手が乗ってて田中勝春騎手は結構オーソドックスな感じで外回してっていうような競馬が多いんですよね。それでこのシャドウ・ウィザード能力を出し切れなかったレースが多かったかなっていうところでなので今回のメンバーでも立ち回り一つで掲示板以上もしくは馬券圏内に来てもおかしくはないそれぐらいの能力はあるんですよね。馬面ももななかなかいいものありますし なので、外枠っていうのがちょっとあれなんですけどもどっかで内に入れて足を貯めることができればうまく4コーナー前後立ち回ることができれば一発あってもおかしくはないかなっていうふうに思いますし52キロっていう半でも軽いぐらいですしまあ、あとはとにかく菱田機手がどれだけうまく乗れるかっていう感じですね。まともに能力出し切れれば、 まあ真ん中よりは上の着順になるのは間違いない馬かなっていう感じですね。当選例部,当選例部はですね、まあ、若い頃と比べると躍動感がないというかちょっとフットワークが硬いですね歩き方も硬いですし、まあ、踏み込みに力強さもないですし、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうには思うんですがただ追い切り映像がないんで今回の出来分からないですし。 もしかしたらパドックでよく見える可能性はあるのかなと思うんですがまあ、でも現状ではあまり高い評価はできないなっていうことですね最後に僕の馬券の買い方についてなんですがこのレースもボックスで買いたいぐらいなんですよねなんですけれどもまあやっぱり一応形上軸を絞ってフォーメーションでいきたいと思いますフルーキー パリーーのの手紙、トルクマクマ軸のフォーメーション、生まれんで、で印どころにっていう感じです、ねまあそれでまあフルーキーとメトルダールのラインになったら取り紙になるでしょうけれどもそれはしょうがないかなっていう感じでまあナウマと狙ってるところはワイドでボックスで100円ずつでも抑えてみようかなっていうふうに思いますね以上です吉本興業 ABCDEU 加減というコンビの東野昴と申します失礼します